モダンジャズカルテットはアメリカ合衆国のジャズバンドで1952年にミルト・ジャクソンらによって結成された。結成前の1951年にはミルト・ジャクソン・カルテットと名乗っていた。略称は両方とも MJQ である。ミルト、ジャクソン、ジョン・ルイス、ケニー・クラークの3人はもともとディジー・ガレスピーのビッグバンドで1946年から1950年の 間一緒に演奏していた。また、その格段で、ウッドベース奏者のレイ・ブラウンも一緒だった。1951年に、ミルト・ジャクソン・カルテットを結成するが、翌年には、モダン・ジャズ・カルテットと名前を変える。当初、音楽監督をミルト・ジャクソンとジョン・ルイスが担当していたが、後に、ジョン・ルイスが全ての仕事を引き継ぐようになった。このことが、MJQ の音楽性を、 決定的なものにした。ジョン・ルイースは、クラシックの研究とジャズの精神を融合させることに、情熱を注ぎ込み、これまでの黒人音楽には希少なサウンドを展開した。彼らの主なレパートリーは、ビバップやスイング時代のスタンダードナンバーだった。管楽器は使わず、ミルト・ジャクソンのビブラフォンを中心にした一貫して、クールで、質内音楽的なジャズで人気を博した。 オリジナルの楽曲には、ジョン・ルイスによるジャンゴとミルト・ジャクソンによるバックスグルーブがある。後年は、ジョン・ルイスによるジャズの範疇に収まらない曲も数多い。ミルト・ジャクソンが1974年にグループを去るとすぐに解散したが、1981年に再結成している。モダン・ジャズ・カルテットの最後の録音は1994年に発売されている。 メンバーの中で最後まで生きていたパーシー・ヒースも2005年に死去した。1980年代半ばの再結成直後に来日した際、フジテレビ系バラエティ番組森田和義アワー笑っていいともに出演。会場のスタジオアルタで司会の森田和義とのコラボでナイトインチュニジアを生演奏した。タモリは緊張のため楽には大汗をかいていたものの、 猛練習の末、得意なトランペットを4分間のコラボ中に披露した。ありがとうございます。